多分上の棚のところで回避できんだな。ってことはダッシュ、よし、ちょっと待って、やばいって、やばいって。どうもー、トリトンスペダンソートです。今回もベリーリトルナイトメア続きの方やっていこうと思います。当チャンネルではリトルナイトメアに関する数々の考察動画や実況動画を投稿していきます。今後もガンガン更新していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。ということで、前回はベリーリトルナイトメアパート1でしたね。いよいよ人形技師の職場に潜入したっていう感じなのかな。ここからはいよいよやつと対峙することになりそうですけども、早速続きの方やっていこうと思います。ということで、スタート。取り詰め。さあ、まずはエレベーターのボタンみたいのを押そうか。これ何なんだろう、雪なのかな、塩なのかな。なんかね、一面敷き詰められてるけども、ここの部屋だけなのかな。うん、ボタンはまだ押せないんだね。あー、下に降りれそうだな。降りてみようか。あ、降りた降りた。あ、結構積もってるね。あ、なんだなんだ、逃げていくぞ。ノームだったらいいけど、レバーが逃げてく。これはなんか逃げれないように追い込まなくちゃいけないのか。いけ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 、間に合え間に合え。こう間に合うのか、これ多分間に合わないから、追い込んだ後一回自分が登ってみたいな感じなのかな。で、上から奇襲かけてやったらいいんじゃないか。あー、全然だ。あそこだとはしご見たくなってたから降りるっていうアクションになっちゃってたけど、こっち側からだったら大丈夫かな。この距離いけ。あ、取れる、やった。あー、ノームが持ってたんだね。よかったよかった。不気味な化け物とかじゃなくてよかったわ。で、ハンドルを手に入れたから、ここで、あー、これボタンじゃなくてあれだったんだな、ハンドルの入れるとこだったんだな。うん、回して中入るぞ。開けた瞬間にいたりしそうで怖いわ。あー、なんかまた幻想的なとこ。これは上に登れそうだね。登っていこうか。あー、なんか音が響く感じ、ほら反響してる。細かいね、こういう演出がね。さあ、上に登っていけるのかな。あ、こっちに降りればいいのかな。これでもなんかこの水のピシャピシャがあるっていうのはちょっと怖いね。なんかやつをおびき出しちゃいそうな感じがするけど。おっと、おー、怖い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 。開いたね、一瞬ね。これでも自分が乗ってる間しか開かないと、これ間に合わないもんね。ちょっと一回こっち側登って、あのキューブを下に落とせるかな。これね、これなんか気になるよね。あ、これでもダメなんだ。これハンドルみたいの回せるね。うん、あ、引っ張れる。あ、開けられる、閉められる。とりあえず開けてみたらいいのか。で、こっち側もじゃあ、これでも瓦礫があって近寄れないか。あ、この樽だな。これを使えばよかったんだ。その樽を使ってボタンを押せばいいんだろうね。で、隙間があるからこっちも入ってみようか。あ、またノームいるな。なんか温泉使ってんのかな、かわいいな。さあ、びっくり箱の中には何があるんだろう。お、これシャドウって言われる、あの海外コミックスで出てくるキャラクターですね。その6をモーに送り届けた人物なんじゃないかな。この辺もね、そのコミックスとつながりがしっかりあったりするわけだよね。これ多分この滑走路みたいのがないと、押した時に樽が途中で落ちちゃうんじゃないかな。これでどうなるみたいな。うん、これで樽が、ここで止まってくれたから穴を開けといたことによって、で、これを下に下ろして、で、こいつを転がせばいいのかな。あー、オッケーオッケーオッケー。で、開いたから奥に進めるようになったな。よしよしよし。うん、やっぱ謎解き要素結構強いですね、普通のリトルナイトメアより。おー、
結構頭を使う感じがあるな。なんか染め物みたいのしてんのかな。ねえ、周りには薬品とかいろいろあるけど、これ見つかったらひとたまりもないね。ワクワクしちゃねえ。とりあえず、いやー、こっち側かな。上登れるのかな。あー、登れなさそうだな。となると、どういったらいいんだろう。この辺まではいける。怖っ。何度も何度も染め物して。これでも、あ、そこだ。多分上の棚のところで回避できんだな。ってことはダッシュ。よし。え、ちょっと待って、やばいって、やばいって、走って走って、登って、うわー。一回ちょっとなんかシックス立ち止まったよな、お前。まあ俺が操作してんだけど。ちょっと待って、こっちまでダッシュ。はいはいはい。で、こっちまでダッシュ。こっちまでダッシュ。いけ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 。なんでー。間に合わないのかな。マジか。でもこっち側でバレたらアウトだよな。あ、いや、違うな。こうだ。一回そうだ。こっち側で突っかからせて。はい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 。なるほどなるほど。これもスピード勝負だな。なるほどなるほど。こういうことだね。はい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 。で、こっち側に持ってけば、あー、いけるんだ。なるほど。頭使わせるね。これで届かないだろう。ざまみやがれってんだ。なんか意外と早いんだよな、あいつ。これでも隣の部屋入ってくるのか。あ、やばいかも。カツラだらけだね。本当に人形作ってる感じだ。これでも降りたら危ないんじゃないか。一回でもまあ降りるか。おっと、危ない。おお、怖い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 。危ねえ。降りたら死んでたよな。今度こっちか。あ、危ねえ。こう、いける？あ、ダメだダメ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 だ。おお。むず。なにこいつ。怖。探ってで、こっち側来るから移動を。これでももう一回かな。こっち側に移動。これでもイタチごっこだよな、これな。ってことや、あ、あ、よかったよかった。なるほど、行ってくれんだね。優しいじゃない。俺がちゃんと回避すればよかったんだな。あ、やっぱここにはいねえんだっつって。すごいとこだね、ここも。でも結構細かい、そのウィックっていうのかな、なんか作ってんだな。設計図とかもなんかちゃんとあるし。奥行ってみよう。わあ、これなんで人の皮ででも作ってんのかな、やっぱりね。ドクターの病、あ、ひび割れてたね、確かにな、耐えるかな。ドクターの病院もね、なんかその人の皮を使ったようなものがあったりするもんな。うん、ここでもやっぱそういう闇のお人形が作られてるわけだね。とりあえずジグザグしつつ、あいつでも大丈夫だったのかな、このタイルの上ね。よく越えられたよな。うん、でこっち側の穴かな。よし。でなんかキリキリって言ってるよな。なんかノームか。あ、ノーム捕まってるな。これでも上は登れないから一旦降りるよな。で、ここ外してあげたいね。でもなるほど、手が届かないから、こっち側まで行かなくちゃいけないわけだ。これでもは、あ、手届かないか、外せないか。またでも上の方にもなんかこう落書きがあったりすると、子供たちもここに一度来てるのかなとか思うよな。この筆は関係ないのかな。登って、こいつかな、のも落としてあげる。うん、死んだんじゃねえかって言ってるけど。大丈夫かな、一応。なんかノームの声してるもんな。あ、なんかアイテム。アイテムじゃなくてノームが埋まってたんだな。あ、そこ通ったら危ないんじゃない、ノーム。
ひび割れてるよ、だって。え、俺行ったら多分これ死ぬよな。いや、でも脳も落としちゃっていいのかな。これ一回乗って、うおー、怖。何にもなんない。え、ノーム何もなんないの？あー、でもとりあえずこっち側に登れるようになったから、この木の板を外せるようになったと。で、じゃあ降りて、で、扉を開けて上に登れるようになったか？これなあ、うん。あー、ま、もう一匹ノームだ。はい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 。あ、で、俺も乗れば、3人乗るとひび割れてるから、これで落ちるんじゃないか。はい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 。死ぬわけじゃなかったんだね。これくらいの段差は OK と。この辺もでも、下のところを通るっていうのがさ、床下の演出。これまた管理人のところを思い出すよね。ノームどっか行っちゃったね。これでも、入れるとこあったかな。こっち側、床下入れるんだね。戻ってきたと、さっきのルート。これはでもどっか行けるのか？あ、パイプ登れる感じだ。あ、じゃあ上のルートだ。はい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 。また穴があるな。こっちでよかったのかな？うん。ああ、なるほど。ダクトの中を通っていくと。フラッシュライトもあって、子供の靴もあるから、やっぱり何人もここのね、ネストから脱出を試みようと思ったんだろうな。けどそれが結局叶わなかったんだろうね。あの糸にくるまれてるのは子供の死体なのかな。おっとおっと、運ばれちゃうんじゃない。ああ、運ばれちゃう。で、あの絵が多分おそらくネストですね。この空の大地の絵。まあ、エレベーターで運ばれると。そうだよね、この段ボールの中入ってるの私だもんね。よいしょ。うん、出たぞ。で、外出ちゃっていいのかな。でもあいつも一緒に降りてきたはずだからちょっと怖いね。またボタンがあるけど登らなくちゃいけない。この辺登れるのか。これ登れないと。あ、ひとまずこれ開けられる。あ、ノームだ。あー、じゃあノーム追いかけていこうか。あ、こっち穴開いてる。秘密の部屋じゃないこれもね。あ、この紙飛行機はシンマンと思われる首吊り男の下にあった手紙だとか、レディの部屋にあった手紙、この辺を想起させますよね。うん、紙飛行機ね、ちょこちょこあるんですよ。隅の方に暗がりのところに紙飛行機あったりとかするんですよね。なんかそういう手紙の文化とか、そういう紙飛行機で何かを伝えようとするっていうのがあるんだろうね、この世界にはね。さあ開けていこう。ここは？あ、これ以前考察動画の中でもお話しした鏡の中で住む化け物ですね。首から上がなくなってるけど、なんか触手の攻撃とかをしてくるんだよな、こいつな。これもなんかゲームの中でいつか出会うかもしれないわけだよね。でもこれでここは終わりかな。うん、考察がはかどってしょうがない部屋でした。とりあえず戻ろうか。さあ、ノームの部屋に行ったはいいものの、こっちの部屋の謎解きはできてないわけだもんね。あ、この椅子をまず引いてあげて、これで登れるかな。うん、登れるな。じゃあボタンまで行けそうだ。ポチッとな。これでも異変感じてさ、あいつ出てきそうだよな。とりあえず入るよ。オッケー。あ、蛍光灯が切れそうだね。この段ボールは引っ張れそうな感じか。はいはいはい。崩れて道ができる。ひとまずこれで上に登れるかな。うん。で、反対側でなんか木が渡せそうなところあったもんね。あら、ちょっと蛍光灯パリン怖いんだよな。うかつなんだよなこの子。それによってバレる可能性あるからな普通に。うん、
もう一個隣の部屋。あら、時計がすごいいっぱいあるね。おうおう、羊だ。はい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 。こいつもこのゲームで出てくる敵の一人。今まであんまり動画の中では触れてなかったけども、多分羊だったと思うんだよな。で、シャワー。ああ、また不気味な雰囲気だ。ということで、また新しい敵が出てきたところなんですけども、続きが気になるけども、この続きはまた次回やっていこうかなと思います。ベリーリトルナイトメア、今後の更新気になる方はぜひチャンネル登録して、鳥の爪団に入団してみてくださいね。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで、今回はこの辺でまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。